はい。ということで、まあ、今回は、プリンセスプリンシパルでお話をしていけたらな、と思っていますと。で、プリンセスプリンシパルはね、続編がね、映画でされてたんですけど、確かね、全6章とかね、結構長くて、映画がね、ちょっと完結できてないのは、唯一ね、悔やまれていいんだな、と。完結というか、まあ、自分の中でね、自分の中で見れてないのが悔やまれるっていうのが、まあ、思いますと。なんかまあ、アニメシリーズ全12話か13話で、まあ、話になるんですけど、まあ、基本にこの中世ヨーロッパで、舞台の作品って、まあ、個人的には地雷で、なんとね、わかりにくいじゃないですか。まあ、ざっくりすぎるんですけど、あ、なんかね、雑というか、なんだ、伯爵とか言ってて、雑に、雰囲気出すから地雷なんですけど、まあ、本当にね、少女がスパイやるみたいな、地方だ、そこの、ね、話の軸で、なんか少女がスパイ、頭だ、みたいな、方もいらっしゃるかと思うんですけど、少女がスパイですけど、面白いんですね、本当に。なんか忍者を置いてるし、ね、声変えるキャラもいてるし、なんかお姫様も置いてるし、みたいな感じでね。まあ、割とそのアクションとか、ね、そう、動きだね、オープニングからも面白かったし、っていうのっていう、まあ、あれは、まあ、本当に、このアニメのね、地元も言えるのが、親父の CM や、お父さん、話があるんですけど、サブキャラクターをね、あそこの話でもうググッとね、仕込まれましたね、これ単にアニメだというかね、グイワス、いいアニメだかな、っていう思いました。まあ、造作で言うとね、魔装界みたいな、まあ、そういうのに近いんですよね。やっぱそのサブキャラのエピソードが良ければ、あれだ、あ、よかったな、みたいな。錯覚に陥ると、まあ、錯覚じゃなくても、実際人定のね、クオリティも高いんですけど、ね、お父さんがね、普段や雑なお父さんだけど、結局、なんか娘を利用してそうだったけど、結局、娘の子供は好きだった、みたいなね。本当に、ね、クゾだけど、なんかちゃんとやるときやるんだったら、うっち、みたいな。うん、まあ、地方そういうのは許せないタイプなんですけど、なんかあれ見てると許せちゃうと。まあ、なぜかというと、まあ、最後目、もうだ。ね、歌を歌って、笑顔が、最後切なすぎるから。お父さんいつけるかな、みたいな。で、でね、本体を、あそこがすべてですよ。歌を歌ってね、みんなで楽しく過ごしていますよ。その裏ではどうなってますかっていうところが。話が、もう本当にかかってて、すべてが、成功。あれはね、5回は見ましたね、話だけは。いや、あれは絶対5回は見る。今、そのぐらい素晴らしい回ですよ。なんなんですかね、ね、基本やっぱ少女、ね、スパッとスパイスも思い出しましたね。スパッとスパイスは、なんて名前だったっけ、忘れたけど、ね、とか、スパイ調子とか。基本ね、全然女の子にスパイスすれば当たるってわけではないんですよね。だけど、プリンシパル前は、まあ、スパイだけじゃないからね、技術の要素もあるし、まあ、それはちょっと、まあ、肝心なスパイものと、するのは、ちょっと、まあまあ、難しいとこではあるんですけど、ちょかっとね、いや、まあ、映画は、6章まで見に行く、まあ、気持ちまではなかったね、という感じですね。まあ、エンディングもいいんですよね。どっちも英語の女性買ったってまだ、おしゃれなんですよね。はい。まあ、そんな感じだな。プリンセスプリンシパル、ほんとね、すごい直射的に、もう、グインって言ったんで、今期で言うと、真夜中パンチの風の、ね、そう、つい出会いの良さは、分解以上か、まあまあまあ、晴れと匹敵する良さはありますよね。やっぱ忘れに訪れる、ね、了解っていうかね、素晴らしい会に出会うと、人はやっぱり心を動かされるもので、油断してるとね、そういう感じで、ぐっと、刺されるとね、やっぱり、なんか印象に残りやすい機能ありますね。でも、どのアニメもね、それができるかずっとそうではなくて、やっぱりその、家狙った脚本とか、石とかね、いろいろあると思うんで、プリンセスプリンシパル、まあ、ぜひね、それ言ってくださいと。見てていたら、まあ、他の人もよかったでしょっていう面、ぜひ教えていただけたらな、と思います。はい。以上、プリンセスプリンシパルのお話でした。バイバーイ。